おはようございます。おはようございます。ヘロチャンネルの時間でございますよ。セカンドというわけでございまして、大津さんは今、しまなみ海道を渡りまして、生口島に来まして、千姫ラーメンさんでとんかつ味噌ラーメンを食べてきた様子は概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひともとんかつ味噌ラーメンの動画も見てくださいというところをお伝え申し上げまして、今日は今から自宅に帰る様子をお届けいたします。そんなわけでございまして、ほんと久しぶりに通さんのところに行ってとんかつ味噌ラーメンっていうのを食べてきたんですけど、ほら、今まで千姫ラーメンさんって言ったらお父さんとお母さんがやっていたんですけど、今通さんとその通さんのお嫁さんが切り盛りしてるというわけでございますので、ちょいと忙しいかなというふうに思いましたので、あまりお話ができなかったというわけでございます。まあまあそうは言ってもですね、千姫ラーメンさんをぜひとも皆さんよろしくお願いいたします。ではでは、終わらん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 。時刻は1時28分になりまして、そして外の気温が12度でございます。やっぱり冬になってるんだなっていうところを感じてるというわけでございまして、生口島っていうのはわりかし瀬戸内海の中に浮かんでる島っていう表現が合ってるのかどうかっていうのは分かんないんですけど、あったかいところに属してるような島なんですけど、気温は低い、でも雪はなかなか降らないっていう土地柄のところでございます。やってまいりました。生口島北インターチェンジでございまして、ETC 専用、ETC 専用、シャー専用じゃございませんですよ。ゲートオープン !OK! そんならこんなら言いながら島並海道を走ってるというわけなんでございますが、本日12月26日というわけでございまして、島並海道はご覧の通り、あまり交通量がまだそんなにバカみたいに増えてる、バカみたいに増えてるっていうか、スカスカじゃねえかよというふうに思われてる方いらっしゃると思うんですけど、交通量はまだまだ大丈夫でございます。ただし冬休みに入りましたら、ここえらい渋滞するところでございますので、そこは申し上げておきます。ふとガソリンの残量を見てみますと、残り3メモリか、やばいんじゃないか。高速から降りるんか、しまった、そこの生口島で給油しとけばよかったなっていうところを感じております。はい、そして因島大橋にやってまいりました。綺麗でしょう。特にここを喋りでつなげるようなことがないんですけど、因島大橋でございます。左側すごい景色がいいんですけど、映せないんだよ、ほらカメラが固定だから。はい、そういうところを言っておきます。しまなみ海道本線料金所にやってまいりました。さあ、おいくら万円でございますでしょうか。 ETC 専用、 ETC 専用、車専用じゃございませんですよ。おいくら万円でございますでしょうか。760円でございます。左ウインカーをつけまして、おりますっていうのがなんでかって言ったら、さっきも言ったんですけど、ガソリンがどう考えてもこりゃやべえぞというわけでございますので、どっか給油します。下道に降りてきたらガソリンスタンドぐらいあろうじゃっていうふうに思ったんですけど、ないじゃないか、おい、どうなってんだ。あったのはあるんですけど、反対車線は嫌だ。今見ていただきました通り、皆さんにも経験あると思うんですよ。ガソリンが少ないなって思って給油しようかなって思ったら、全部反対車線、もう全部が反対車線にガソリンスタンド反対車線ばっかりじゃねえかよっていうところは、皆さんも経験があると思います。ガソリンスタンドがありますよ、反対車線だ、言ったでしょ全部反対車線なんだよ。ほいほい、またガソリンスタンドがありましたよ、反対車線だ、当たり前のように反対車線だ。ほいでよここにもガソリンスタンドあるじゃないか、どんだけガソリンスタンドあるんや。全部右側です。あ、今度は左側にあるよ、コスモ石油がある、よかった、左側です。そんなわけでございまして、コスモ石油に寄らさせていただきます。セルフじゃないんだ、まあいいや。給油完了でございます。入れさせてもらえるんだね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。そんなわけでございまして、給油も完了したというわけでございますので、次インターチェンジ入り口、尾道インターチェンジからまた高速道路に上ります。やってまいりました。尾道インターチェンジでございまして、ETC 専用、ETC 専用、シャア専用じゃございませんですよ。ゲート閉まってオープン、どうぞ。
いやだな、ここちょっと上りになってるんだよな、加速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 、右ウインカーをつけましてアクセルベタ踏みでございます。大丈夫。そんなわけでございまして、高速道路に入ってまいりまして、こちらは山陽自動車道に入ってまいりました。そして目の前にトラックがいますので、このトラックにずっとひっついて帰ります。そんなこんな言いながら、後ろにひっついてる車がスズキの兆しっていう、知ってる？スズキの兆し。どうも覆面っぽいような気もしないこともないなって。スズキの兆しって言ったら、あらかた、ほら、覆面パトカーっていうのが相場が決まってるんで、ちょっと注意してみたいと思います。あら、なんか人が立ってる。なんやなんや？なんでしょうか、なんでしょうか。走行注意ってから書いてから、あ、人が、あ、事故してるよ君、くしゃくしゃなっとるわ、くしゃくしゃなっとるわって、あ、ここトラックこれにぶつかったんかみたいなことを思うというわけでございます。ほいでさっき後ろにくっついとった兆しがおるって言ったじゃないですか。おらんなっとるわ。じゃきあれ覆面パトカーじゃったんや、やっぱり。ほら見てみんさいや。勝った気分です。まあまあそんなことを言いながら、今何を感じてるのかって言ったら、飽きたね、すごく。うわぁ、車に乗ってて刺激がないのもプラスされて、いつもよりも5倍ぐらい飽きてる。これはこれで拷問だぜ。どんな拷問かって言ったら、楽しくない拷問。体に関しては全く負担がないんですけど、精神的負担がでかすぎる。車は、特に高速道路走ってる時。やってまいりました、シワインター出口でございまして、ここから高速道路を離脱いたします。んでもって料金所でございまして、 ETC 専用 ETC 専用、車専用じゃございませんですよ。料金はいくら万円でございますでしょうか。1340円でございます。あー車多いね。まあいずれにしましても高速道路すげーむずんごい地獄だった。そして今何を感じてるのかって言ったら、もし遠くに行くときは小津さんはもう車で遠くに行くことができない体になってしまったんだなっていうのが分かりました。オートバイじゃないとダメじゃこりゃ。バイクに乗っていまして、雨やら雪で極寒地獄になるのはそれは嫌なのよ。度を越した刺激は嫌なんですけど、車に乗ってあまりにも安楽だったら、その安楽の先に何が待ち受けてるのかって言ったら、同じく地獄、安楽地獄。分類としましては何と一緒かって言ったら、四国を走っていましたら絶景地獄っていうのがあるじゃないですか。知らんよってから、そんなことはって、うわあれと一緒よ。絶景地獄と安楽地獄ほぼ同位置に接しております。いつものエネオスとセブンイレブンがあるところまで帰ってまいりました。セブンイレブンに寄らさせていただきます。いやー帰ってきたわ。意外と、なんだろう、体は本当に疲れてないんですけど、疲れてる意味がわかんねえや。まあそういうわけでございまして、本日のセカンドチャンネル、これにて終了でございます。ではでは、元気よさそうな最後の締めの挨拶したんですけど、本当はこんな感じよ。